6月の5日、水曜日、今午前10時26分です。見ての通り、自転車ありません。昨日ついに壊れまして、今日はね、すごく天気が快晴で雲一つないような天気なんですけども、自転車乗れないんで、久しぶりにね、今日は高知市に、向かっております。せっかくの休日なんでね、ちょっと買い物をして、街をブラブラして、美味しいものを食べて、帰ろうかなという一日をお送りしたいと思います。ということで、今日も一日よろしくお願いします。では安全運転で行きたいと思います。ということで、時刻は11時前になりましたけども、高知市に着きました。これから高知4の方に入って、コーヒーを飲みながらちょっと、YouTube のコメントを見て返信を返したいと思います。ちょっとゆっくりします。で食べたいと思います。ということで到着しました。2回目の訪問です。1日1麺、ラーメン一方さんです。
しかった前回味噌ラーメン食べて、今回は塩ラーメン食べました。高知県の東部なのかな、馬路村っていう由布の名産地の村があるんですけども、その馬路村の柚子を使った、柚子塩ラーメン、を食べましたけども、非常にこう塩ラーメンの味とこの柚子がすごく香りが高くて、でこの細麺のシコシコと相まって美味しかったです。しかもね、店員の方は本当に素晴らしい。もう去年1年ぶりぐらいに来たんですけどね、覚えてくれてました、僕のこと。嬉しいな。この食べているフル動画はね、7月の1日に、載せたいと思います。で、この今回の、メンバーシップの動画はですね、ちょっとだけ、入れますので、またフル動画の方を見てください。よし、それでは四万十市に向けて下道からゆっくり帰っていきたいと思います。時刻は2時を過ぎましたけども、コーヒーを買いました。本日に2本目かな、食べてから食べてないですけども、特にラーメンは本当にいつ食べたか覚えてないぐらい久しぶりに食べました。ラーメンも美味しかったんですけどね、本当にあの序章の奥さんだと思うんですけども、あの人の人柄はいいな。人がいるから通うお客様たくさんいると思います。本当にこう接客っていうのはね、その持って生まれたものみたいなものがやっぱあるんですよね。習ってできるようなことじゃないし、本当にこう接客向き不向きってありますけど、あの人は本当に素晴らしい。ということで、今回の、メンバーシップ動画はこの辺で終わりたいと思います。この後のことはひょっとまた動画にするかもしれませんけども、まあ、それはまた後日あげたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。それでは。